はい、どうも皆さんこんにちは。新です。新のダンススクールやってまいりました。いやーということですね。さあやってまいりました。ついにでございます。ブンブンバック、こちらミュージックビデオが出てまいりましたということで、見ていきたいところでございます。収録ボタンをポイということで、よろしくお願いします。著作権の関係があるのでこちらに聞かせていただいて、見合った時速度落としながらおとなしてお話ししていきたいなというふうに思ってるところでございます。ニヤニヤが止まりませんということで、代々木の感動をもう一度と。いやもうミュージックビデオがね、大事ですから、ちょっと気持ちが今浮かれてしまってるので、クールダウンして、ミュージックビデオで決まりますからね、すべてはね、見ていきたいと思います。行ってみましょう。レッツ、速度大丈夫ね。音量、上げすぎね。大丈夫。はい。行ってみたいと思います。レッツだ、ガッツよっ、おぉ、渋谷、ふっ、あららら、マナティ、イエーイ、レオくん、えい、ふぅ、待って、やばい、MV やばいっす。このフェードの入れ方がうまい。柔道くん、シュンティ、紫スポーツ、リュウエちゃん、パッ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 、ウォーイエース、ウォータカタカタ、うん、イエース、おー、この二人が、うおー、イエスイエス、ファミリーマート、おー、マジか、おー、やーば、うん、おー、ああ、なるほど、なるほど、できること全部やるよって感じですね。中華、うん、ハンズ、うん、東急ハンズかな、あは？なるほどね。おお。なるほど、素晴らしい。またなんかあるね、こういう感じね。はいはいはい、というところで、はいはいはいってなる、見てまいりましたけれども、なるほど、すごい、いいですね。すごく今のトレンドの雰囲気もしっかりありますし、ダンスもね、かっこいいよね、カイタさんの振り付けね、ということで、もうちょっといろいろ話したいことありますよ、ふぬふぬふぬ、ということで、ちょっと見ていきましょうか。まずこのマナティからですよね。渋谷よね、センター街ですかね、この感じはね。で、ブンブンバックを流すと、これだから髪を染める前にやって染めたっていうことなのかしら、これは。ちょっとだから、そのこれって過去にブンブンバックしてるっていうことですよね。
聞いてるスマホが、この今時のマナティが、キュルルルルルっていくことによって、過去の、というかちょっとレトロな、あの頃の、みたいな、ちょっと、Y2K が、あるじゃないですか。その感じかな、みたいな。だから、こういうカセットテープになるわけですよね。っていう、ちょっとその、昔のヒップホップ感みたいな、カルチャーがあるので、服装とかも多分そういう方向なのかな、なんて。で、こことかもちょっと2000年って書いてありますもんね。こういうところがちょっと画質も荒くなってて、16対9じゃないですもんね。ちょっとスクエア型になって、これ何対何なんだっけっていうのもあるので、おそらくちょっとその、バックしてるわけですよね。時代がね、2000年代に。ブラウン感があって。で、このレオ君のファッションとかも、この感じって確かに2000年の、まさに渋谷のファッションだよね、みたいな、このコインロッカーの感じとかも、すごく、なんか、懐かしいですよね。だからファッションとかも結構そういう感じはあるのかなっていう風に、今回のその衣装、スタイリングに関してもっていうのがちょっと見えてきますよね、このあたりとか。で、こういうところの映像の雰囲気とかも、かなりこう、編集で、そのフェードの部分とかパンの部分ですよね。切り替わるところをこう、うまくこう、なんですか、グラデーションつけてやっていくみたいな。つなぎがカメラをこうってブンって落とすっていう作業と、この動きを切り上げてっていう次のシーンに上げるみたいな、カメラの振り方を同じにしていくと、まあこういう撮り方ができるっていうところですよね。ほんほんほん。かなりだからストリート色を強く出していく、ここら辺とかね、ジュノン君の感じとか、これもだからガラケーですよね、レオ君ね。なんかちょっとこうコインロッカーで連絡を受けてやり取り、これは何かあれですよ、あれですよ、ちゃんとした健全なものをやり取りしてるっていうあれですからね。このタンクトップよ、ジュノン君。髪色とかすごいですよね、ヘアスタイルとかね。だから見る人が見たら当時の自分を見てるかのようみたいな、懐かしいって思う人ももしかしたらいるかもですね。このね、シュンティのね、ブルゾンパーカーめっちゃ可愛いのよね。そして竜兵ちゃん、ここは紫スポーツさんですね。スケートがあってバンズがね可愛いんですよ。素晴らしい。なるほど、ここにミニ渋谷を作った感じですかね。この感じとかね、 BE:FIRST の109みたいな感じですかね。ファミリーマートとか、松本武志になってますね、清じゃなくてね。で、109も9がこれは9になってますね。ライフとか、ちょっとこう、あ、パルコだ、パルコ、パルコの P が B になってるってことですね。ハンズとかカラオケとかで、このブラウン管に移っていってマナティのところに行くとか、だからすごいメイドインジャパンだなっていう、メイドインジャパンの Y2K 感がすごい出てて、あの色味とかも含めてですけど、その渋谷っていうところ、一つのアイコニックな場所ですよね。聖地をこうモチーフにしていくっていうのはすごく面白いですよね。この昔のね、カラオケとかでもこういうシーン今でもあるじゃないですか。昔の映像とかで出てくるこの画質の荒さがいいんですよね。お、今の子たちがやるからまたちょっとエモいというか。ハンズいいですね、めちゃくちゃ。みんなのこのビジュアルとかもな、ダンスはもうダンス解説はまたいろいろしていきたいなと思いますけど、マジで難易度が高いですね、本当に。あとはもうライブでたくさんこう目に焼き付けていたのもあるので、また詳しくお話ししたいと思いますけど、いや、ビジュアル良すぎ、竜兵ちゃん。マジで一本残ってんのよね。いいよね、こういうところも。いいですね、ボーイズ感が出てますね、すごくね。どんな気分、このワイワイ感が、だから渋谷の夜のなんかこうセンター街でゲーセンに行く子たちみたいな、
この感じね、一人歌ってみんながワイワイするっていう、この撮影方法とか、バンタンでいうとこのダイナマイトとかでね、だからそういうところのオマージュにもこれ多分なってんじゃないかなって、ちょっと見てて思うところもありますね。こういうところよね。はいはい。ファミリーマーケット。マートじゃなくてマーケット。ベストフードマート24アワー。おー、いいですね。ここかわいいんだよな。みんなどういうあれで見てんだかっていうのもいいですよね。監視カメラのこの魚眼レンズで撮っていくっていうところ。この荒さ。いやーすげー。リスモがある、やばこれちょっと気がつかなかったわ。選ばれし戦士たちの成長みたいな書いてあるかな。 B メモリーみたいな。うわ、細かっ。これ撮ってるのもあのフィルムカメラじゃないですか。リスモですよ。2000年代の僕らのリスモが、やばー。 au さんこれいいよって言ってくれたのか、やばー。でこれがレコードになってて、あー、なんかちょっと古さがあるけれども、渋谷のあの通りよね。ここら辺だから編集でうまいことやってるんだろうけれど、レコードだから過去よね。ここの切り替えもうまいですね。うまく電池を使っていく。うわー、なんかこの路地とかさ、通ったことないけど通ったことある気がしちゃいますよね。この渋谷の路地とかね。レオくんのねこの感じめっちゃいいのよ。こういうお兄さんいたからな。窪塚さんっぽいですよね、ちょっとね。いや、いい。切り開け。この撮り方素晴らしいですね。グループ分けしていくところ。ダンスやば。こっちか。またお話ししてきますけどもね、ここら辺もね。ちょっと夜になるところ、夕日になるところ。いや、いい。ここら辺すごくいい。どのシーンも尊いですね。いい。ここら辺のこの映像の返し方とかうまいですよね。アングルの切り替え方とかだいぶだからチャレンジが見えますよね、映像の編集においても。こういうところとか、うまくその見せたいカルチャーの匂いみたいなものを残しつつ、映像の編集の技術のこの切り替えのうまさみたいなのを持っていくという。バスケットコートよね、やっぱね、ストリートバスケよね。よいしょ。ちょっとこう渋谷でやんちゃしてる少年たちのあのウエストパークじゃないけれども、あの感じね。こことかスカイハイさんの MV でちょっと見たところのあれじゃないかなとかって思っちゃったりしたけど、あれはまた別のセットか。そう、ここからのよね、この木、これがすごいですよね。ここがあー、いいですね。ショッピングカート大事。ブンブンバック。あいや、喫茶店よね、だからね、ファミレスというかね、なんというか。これでも渋谷で撮ってたってこと？結構早朝に撮ったのかな？いい顔、みんな。いい顔よ。えい、ブンブンバック。はい、トントントン。細かいセットですね。イエッ！いいですね。ステロの感じといい、ブラウン管の感じといい。で最後に壁。なるほどなるほど。何かこう時代をこう表すっていうところが非常に今のトレンドだと思うんですけども、そこをしっかりあの突き詰めたミュージックビデオになってるんじゃないかなというふうに思って、まあそこのあたりで言うと非常にこう内容としては濃くて細かい、ディティールがすごい
詰まってるなというふうに思って見ていたところもありますし、編集の部分とか、まあダンスの撮り方だけではなく、映像の切り替わるタイミング、秒数のところまで踏まえてですけども、すごくすごく完成度が高いなというふうに思いました。これは素晴らしいですね。本当に。ここら辺とかエモい。ちゃんとエモい部分、この傘が大事よね。止まってる自転車とかね。こういうところはやっぱり、その東京発信、ジャパン発信みたいな、あえてだからこういうちょっと昔のタッチのグラフィックの入ったお召し物着てるんじゃないかな、こういうっていうのはちょっと思いますよね。なるほどね。はい、という感じでぜひぜひ皆さんの感想などもよろしければ下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。